渡辺清子十一月六日から1九9七年八月八日は日本の小説家。本名は木下清子。秋田県仙北郡日野内村生まれ。二歳の時、父、クリューザワヨネー米太郎が高野ス町に木材工場を創業し転居する。野代高等女学校卒業後の一1三十一年に上京。1 9 3五年。 画学生、渡辺茂との結婚のため広島へ転地する。しかし、1939年、25歳の時に、夫が病死。1942年、亡き夫のことを綴った、短編小説集、命の後先を刊行し創作活動に入る。1944年春、母の故郷、岩手県二古群石切所村に疎開。戦後、最上京。 同人誌、明日、見た文学によって、文学活動を行う。1959年、窓淵川で第41回、直木賞受賞。道のく子供風土記には、幼少時の高野巣のことなども記載されている。長編三部作、原生花園の他に、学科、青木茂を描いた、海の甲がある。主な作品に、プルメリアの木陰に、南部にお認証。 拓僕の妻、長編歴史小説、南部旧古楽場などがある。1983年、秋田の文学振興に役立ててほしいとの意向のもと、1000万円を、秋田伊佐信奉者に帰宅。秋田伊佐信奉者は、翌1984年して、財団法人、先駆け文学賞、渡辺清子基金を設立。2012年、 平成24年4月には公益財団法人に移行している。ありがとうございます。